HBD8 の5分タップへようこそ。今日はパドル&ロールというステップをやっていきます。それでは始めていきましょう。それでは始めていきましょう。まずこのパドル&ロールというステップは日本では4連とも言われていたりします。この名の通り4つのステップで構成されているステップになります。それでは最初のステップからやっていきましょう。まずつま先をつけたままかかとを上げて落として音を鳴らす。最初のレッスンでもやったこの動きです。そしたらそのまま2つ目のステップ、2つ目は膝を上に上げたところからかかとだけを地面に刺すイメージでやっていきます。この時にもし鏡がある方がいれば鏡を見た時に自分のつま先が見えていれば OK です。そのまま3つ目のステップです。3つ目はこの上げているつま先を地面に鳴らしてちょっと膝を上げるイメージです。この時にゆっくりやると膝をちょっと上げたところからがつま先鳴らします。だいぶここがちょっと難しいポイントではあるんですけど頑張っていきましょう。そしたら4つ目のステップ、4つ目はこの上に上げたところからつま先だけ上げて刺すイメージで音を鳴らす。この4つだけです。最初に復習してみましょう。最初はつま先をつけた状態からかかとを落とす。そしたら上に上げてる膝をかかとを差し込む音。3つ目が引き上げる音で、4つ目つま先だけのつま先立ちをした状態のイメージのものを鳴らしています。それでは曲に合わせてゆっくりやっていきましょう。一回見ててください。5 5 6 7 8、かかと刺す、つま先、もう一回つま先、これをもう一回やります。5 6 7 8、かかと刺す、つま先。それではこれを一回皆さんも一緒にやっていきましょう。ステップ8、かかと刺す、つま先、もう一回かかと刺す、つま先、奥。どうでしょうか、できましたでしょうか。そしたら反対もつなげてやっていきましょう。今最初に4つ目のステップをやったと思うんですけど、その終わり方がかかと上がっている状態だったと思います。なのでその状態から反対のかかとの一発目のステップにつなげていきます。最初にかかとを落とす、反対足のかかとを刺す、そしたらつま先を上げる、そしてもう一回つま先、そしたらまた反対のかかとが上がっているのでこのまま続けることができます。それでは最初に左足のかかとから始めて右足のもう一回つなげていくパターンを曲に合わせてゆっくりやっていきましょう。5 6 7、かかと刺す、つま先、奥、反対、かかと刺す、つま先、奥。どうでしょうか、できましたでしょうか。もう一回ゆっくりやっていきます。せーの、かかと刺す、つま先、奥、かかと刺す、つま先、奥。どうでしょうか。そしたらこのままちょっとテンポアップして難しいとは思うんですけどやっていきます。一回見ててください。どうでしょうか。これは本当にただただリズムを速くしただけなので、このゆっくりができた方はこの速さにも挑戦してください。それではまた次回のレッスンでお会いしましょう。じゃあね。